79号ではパスレコ右側のスモールモーターとアームの下側をつなげる接続部分を組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01のへの字の黒ブロックの長辺の中央の穴と端の穴に青ピンの長い方を2本それぞれ差し込みます。続けて2本の青ピンに合わせてパーツ02のグレーのブロックをはめ込みます。次にはめ込んだグレーのブロックの半辺の端と頂点の穴にパーツ03の赤ピン2本をそれぞれ差し込みます。これで79号の作業は終了です。アシャック。